大丈夫。急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。わかった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体、何が？わからない。奴ら、急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。
丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。大丈夫。この化け物を倒す。分かった。暴走したかと。あのイブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。これは広範囲に強制通信をまき散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。
来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては、兄ちゃんだけが、全部、消えてなくなる。9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは膨大。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 許さい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。
全部。されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにも。データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。
こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。